今日のタイガース先発は西純也、地元岡山の創志学園出身です。立ち上がりまず田村に2アウトからヒットを浴びました。しかし続く林を落ちるボールスプリットで空振り三振、0点で立ち上がります。カープ先発は森翔平、立ち上がりいきなりピッチャー外野の打球グラブ弾き飛ばされますが、ショートがその打球をノーバウンドで取ってショートライナー。続く山田一旦こぼしますがサードゴロ、苦笑いという感じの内田選手。栄田選手はセンターフライ、両先発がゼロで立ち上がります。2回の裏のタイガースの攻撃、まずエラーで井上出塁、ミエセスレフトの左を破ります。ツーベースヒット、ワンアウト三塁二塁、先制のチャンスで戸井、セカンドのタイムリーエラー、井上康太先制のホームイン、なおも2アウト三塁一塁。福島の打席でワイドピッチ、ミエセスホームイン、ツーアウト二塁となって福島のこの当たり、田村飛び込みが取れない、長打になって、なんとファームプロ初ホームランはツーランランニングホームランになりました。福島ケインです。3回の表です。ツーアウト三塁一塁から4番の林がタイムリーヒット、1点を返します。3回の表、1番からここまで4連打、5番の中村健人、低めのボールをうまく逆方向に落としまして連続のタイムリー、4対2とします。なかなか落ち着かない試合展開、3回の裏2アウトランナー3塁1塁、高浜空振り三振ですが、このボールキャッチャー後逸、記録は振り逃げ暴投ということでタイガースが1点を追加します。西純也、6回の表のピッチングは見逃し三振、空振り三振、今日は7奪三振、6回2失点でした西。6回の裏です。ナバラセンターダイビングキャッチ、そして2塁に送ってダブルプレイ、スーパープレーを見せてくれました途中出場のナバラ。7回の表です。第4打席の佐藤圭介、センター前今日3安打目のヒット、その後ワンアウト二塁一塁でバッターボックスは林、センターへ、しかし伸びがありません。今日タイムリーを打っている中村健人もファーストフライ、島本が踏ん張ります。最終回セーブシチュエーション3点リード、マウンドに上がったのは漆原、先頭の佐藤圭介サード強襲、今日4本目のヒット、打棒止まりません。続く中村翔成、初球打ちはショートゴロのダブルプレー、ツーアウトランナーなくなって最後はナバラ、セカンドゴロでゲームセット。ご覧のように5対2タイガースが3点リード、4回以降は両チームゼロ更新だったというゲーム。尼崎の地に新たなシンボルが誕生、阪神タイガース新ファーム施設、そこでは若虎たちが躍動し安らぎの笑顔があふれる。
すぐそばに選手がいる。すぐそばに野球がある。2025年ゼロカーボンベースボールパーク誕生。